おい、どうこれ。これよ、トロパリか。たまんねえな、これ。ですね、今回はですね、思考シリーズでございます。本日やっていきたいのはですね、思考の春巻きスプリングロールイエーイということでですね、春巻きでございます。リクエストがめちゃくちゃ多かったものの一つでございます。春巻きってめんどくさいですよ。今回はですね、私結構中華は基本に忠実にやるっていう風に定評がありまして、中華はほぼ外れがないっていう風に言われております。そんな私がですね、最高に美味しいですね、ガチで作るガチの春巻きです。正直これ僕も何回も試作してるんですけども、僕がどこの中華さんで食べた春巻きよりダントツでうまいです。なんでそんなにうまいのかっていうのを説明しながらですね、今回やっていきたいと思います。リュウジのバズレシピ、材料紹介でございます。まず春巻きの皮、僕モランボンのやつ使いますんで、これ10枚入りの春巻きの皮を用意してください。10枚でいきます。はい、たけのこ 120g ね、キャベツ120g、きくらげ、ぬるま湯で戻しちゃいました。はい、きくらげ、3g のものを戻したものです。はい、しいたけが3つ 50g、 春雨 15g ですね、豚肉が 100g 以上でございます。で、他の材料は、概要欄に、調味料とか書いてありますので、そちらチェックしてみてください。ということで、至高の春巻きを作る何が重要か、やっぱりですね、この春巻き最高にお酒と合うんですよ。今回はお酒と一緒に食べたいと思います。1杯目から春巻きっていうのもいいんですけど、僕的には前菜ね、中華っていうのは冷菜を食べてる間に春巻きをあげてくれるんですよ。なんで冷菜でまず1杯やるじゃないですか。中華屋さんって春巻きが出てきてやっと食べるぐらいの状況に僕を仕立て上げたいと思います。じゃあこいつでいきます。イエーイ。アルコールに夢中になっていきたいと思います。自分を至高にしていく、乾杯。あー、うまい。ということでやっていきます。まずね、最初にやっていただきたいのは乾物を戻すことです。きくらげはちょっとまあぬるま湯で戻してあります。戻してない方は今ぬるま湯につけてください。春雨で、これもぬるま湯につけます。ぬるま湯っていうのは蛇口から出る温度で41度から42度、ね、今40度ぐらいでもいいんですけども、蛇口、お湯ひねった温度です。はい、つけてる間にね、こっちの、野菜を切っていきます。キャベツなんですけども、まあ、今日はね、こんな感じで、まとまってるんで、もうこれを、千切りにしていくだけです。まあ、キャベツはね、食感とあとね、甘みも加えてくれるんで、僕はキャベツが好きです。はい、白菜もいいんですけどね、ちょっとね、水気が出すぎちゃうなっていうところもあるんで、ちょっと調整が難しいんですよ。なんで僕はキャベツ派です。はい、はい、で、椎茸を使います。椎茸はね、軸の先っぽの部分ね、落とせば全部食べられますので、全部使ってくださいね。で、薄切りです。こんな感じでね、薄切ってください。ちょっと厚くても全然平気です。で、軸なんですけども、こいつもね、食べられるんで、スライスしてください。こうやってで、こんな感じでね、はい、こいつもね、いい食感になっていくんで、はい、こんな感じですね。はい、プリッとした食感ね、旨味も加えられますし、こいつを、スライスしてください。一番最初に戻していただいて、このキクラゲはですね、キクラゲ戻すときは、もしあれだったら熱湯が一番早く戻ります。これはね、春雨も同じですね。熱湯が一番早く戻りますので、キクラゲ入れるってなんで入れるかって言ったら、キクラゲってコリッとした食感が春巻きに生まれますので、キクラゲは入れていただいた方がいいかなっていうふうに思います。もっとコリッとした食感欲しいなって方は、もっと増やしてもいいです。今回 3g ですけど、豚こまです。バラでももちろんいいんですけども、僕はね、安いこま肉、今回使っていきたいと思います。これね、千切り、細切りですね。こんな感じでまとめたお肉をこうやってやることによって、細切りしてあげると、春巻きのね、中のあんの食感が非常に良くなりますんで、これ細切りしてください。バラ肉とかでも全然平気です。バラとかロースとかで全然平気なんですけども、これぐらい細切りにするんだったら、こま肉で十分だなと思いますんで、春巻きで作るんであれば、こういう風な、ちょっと硬い肉の方が食感がついて美味しいと思います。はい、で、この春巻きなんですけども、春雨なんだ、春巻きです春雨ですね。こうやって真ん中切ってください。このままだとでかいんですよ。なんでこれね、こうやって挟めて簡単に切れますから、半分ぐらいの長さにしてあげると絡まって美味しくなります。あんを作っていきたいと思います。まずね、ラード大さじ1杯、これぐらいね。ラードなかったらサラダ油でも全然平気です。
ただラード使うとコクがつきますんで、ラードは入れてください。最初は、ね、強火ぐらいでいいです。フライパンの温度が上がってきますんで、そしたら最初にお肉ね炒めていきます。でここに、塩コショウ、あ、軽くですいいです。豚肉を最初に炒めることによって、あの肉のね、あの焼けた香ばしさをつけていきます。ちょっと焦げ目がついたかなぐらいで大丈夫です。はい、タケノコ、タケノコを入れるのは食感ですね。やっぱね、タケノコの食感っていうのは 春巻きにすごく重要だと思ってます。そしてキャベツね、まあ、葉物の野菜がね入るとねまとまりが出ますんで、しいたけはあの食感とうまみですね、入れていきます。キノコ類はね、しいたけじゃなくてもいいからあの入れてください。ここに食感のキクラゲね、はい、これぐらいだけど食感かなりつきますから、戻しておいておいたこの、春雨、これもね、プリッとした食感が生まれますんで、入れていただいた方がいいかなって思います。はい、でまずここで全体的に炒める、炒めつけてください。食材の水分を飛ばします。まあ、今回はね、そんなに水分を保有している、食材がそこまでないので、最初にガッと炒めるっていう感じでいいですね。ほとんどのね、お店には人参入ってるんですけど、人参はね、どちらかというと見栄えっていうところがあるんで、美味しさはね、僕この具材が僕はベストだと思います。でここで、味付け、いきたいと思います。まず中華スープですね。はい、これはウェイパーでもソーミシャンタンでも大丈夫です。小さじ半分入れます。醤油が大さじ1杯、で醤油あんにします。今回はでオイスターソース大さじ1杯、醤油オイスターあんですね今回は。でお砂糖でコクつけます。お砂糖小さじ1杯です。味も3振り。これでお醤油とオイスターソース分の旨味を補強します。あと黒胡椒、これで香りつけます。全体的に絡める。これからあんを作っていくのは具材にこいつの味を入れちゃう。そうすると野菜もしなしなになって、このしなしなになったところに調味料が入っていく と野菜自体に、この調味料の味がついていきます。あんを作っていきますよ皆さん。 200cc の水です。お酒が大さじ1杯で、ごま油小さじ2杯、これは香り付けです。あんの肝になるこの片栗粉、これでとろみをつけていきますね。よく混ぜてください。よく混ぜたこのあんの素、これ火つけたままでいいですよ。火つけたままあんの素入れていきます。で炒めてとろみつける。このあんが非常に美味しいです。でちょっとアルコールが入ってますんで、ちょっと飛ばしていく。硬さ的にこのぐらいがベストでございます。であんまり煮詰めちゃうとね、どんどん硬くなっていきますので、この感じでこのまま包んでもできなくないんですけども、このまま包むとね油跳ねるんですよね。跳ねるんで心配な方は一回冷ました方がいいです。あん自体に冷めてとろみがつくんで、バットに移して、じゃあめんどくさいでしょ、春巻きってめんどくさいんですよ。だから皆さんね、あの中華屋さん行って春巻き食った時に思い出してください。こんな工程をお店の人はしてるんだなって。そうするとね、何倍も中華屋さんで春巻きが美味しくいただけますから。あのちょっと粗熱取ったら、時間がない方はあの冷凍庫でね、15分ぐらい寝かすだけで結構、冷えますんで、なんで粗熱取って冷やしてから巻いていきます。はい、ということでですね、粗熱取って15分から20分冷凍庫で冷やしました。包みやすくなりましたんで、あと羽根が防止されます。はい、海苔を作っていきます。海苔っていうのは何でかっていうと、春巻きをね、こう止めるための小麦粉のりです。大さじ1杯の小麦粉入れまして、大さじ1杯の水ね入れたもの混ぜていくと、ドロドロの食べられる接着剤みたいになるんですね。火を入れるとだんだん凝固していくんですけども、よく混ぜていただいて、春巻きの皮っていうのはこういう感じになってますんで、一枚一枚剥がしながらやってください。あの一気にね全部剥がして置いておくとね、乾きやすいんで袋に入れておいてくださいね。これね、1枚ずつ取ってください。表面ツルツルなのは下、ザラザラなの上なんで、ザラザラなところを上にしてください。大体これぐらいかな、このあたりにね、ちょっと下あたりに入れ込みます。これぐらいですね。まずこうやって包み込みます。はい、でこうします。こんなんかちょっと、ね、三角っぽく、ここが重要です。ここね、ここから折っていくことによって跳ねる原因として何が言えるかっていうと、漏れなんですね。なんで、重なる部分を多く持つとくっつけがよく、跳ねない、春巻きになります。でここにまあペタペタと塗ってってね、これね。でこれを
こうです。こうね、こうこんな感じですね。十等分にしたこの春巻きの具をですね、はい、大体これぐらいですね。これぐらいになったら、まとめます。で、で空気抜いてくださいね。空気抜きながらここにつけて、ここにつけとこうか。こんな感じですね。10個、きれいに。で、余りはこんだけです。はい、これ食べちゃいます。揚げていきます。じゃあですね、やっていきたいと思います。火なんですけど、中火でいいです。あんまり高い温度でやっちゃうと春巻きが破裂しやすくなっちゃいますんで、油なんですけども、大ぐらいでいいです。はい、これね、今回ちっちゃいフライパンでやるんですよ。なんで一度に 4,5 個しか焼けないんです。そうすると油のかさが上がって、全体的に揚げられますんで、で揚げ焼きでいいです。これがね、小さいフライパンを使うところの有利な点です。あんまりね、温度上げすぎないでいいです。あんまり揚げちゃうと跳ねちゃうんですよね。温度としては160度ぐらい、こうやって箸を入れて、シュワシュワ小さい泡が出るか出ないかぐらい、これぐらいですよ。これぐらいシュワーっと泡が出てきたらですよ。小さい泡が出てきたら OK です。最初に低い、160度っていうと唐揚げ揚げるより低い温度なんで、シュワーっとなったらもうこの感じで大丈夫です。この緩やかな感じで揚げていきます。春巻きのいいところっていうのは、中の具材はもう全部温まってますんで、このまま揚げても生揚げの心配がありません。火は中火ですよ皆さん。ちょっと弱めの中火ぐらい。うまく巻けてると、こうやって、跳ねないです。で全体を揚げていきます。きつね色になるまで揚げていく、いきますよ、これ。あ、きつね色ってちょっと柴犬色です。で、ちょっと跳ねるなと思う方は、ニトリにこういうオイルスクリーンあるんで、オイルスクリーンをやってください。そうすると、跳ねないです。で、こうやってゆっくり揚げていきます。これね、温度高いとね、はみ出す部分でバーって、もう、油跳ねちゃったりするんで、そんなに高い温度じゃなくていいです。で、できるだけ低い温度でね、やってくださいね。はい、じゃあ、ちょっとひっくり返していきますよ。ほら。おい、どうこれ。じゃあ揚げていきますよ。はい、低温でじっくり揚げました。はい、ということでこんな感じで揚がりました。なんかね、2回目の方が油が結構温まってたんで、いい感じに上がってますね。こんな感じがベストです。こっちはね、油跳ねもほとんどなかったです。じゃあ、まあ盛り付け、こんなんでこれよ、トロパリ感ほら、たまんねえなこれ。ということで、こちらで至高の春巻き完成でございます。はい、疲れた。できましたので、いただいていただきます。醤油は好みで、からしは必須ですよ。醤油はなくても美味しいですけど、からしは必須。じゃあいただきます。まずね、これからしだけつけてください。結構味します。音聞いてください。待ってこれ。じゃあ醤油、からし、酒が進むね。俺の中華の中でもトップクラスだわ。あんがね、最高なんですよ。タケノコのシャキシャキ感と、キクラゲのコリコリ感、春雨のつるっとした感じと、キャベツの食感が最高。あと椎茸もプリッとしてるんですよね。僕は全員で食べますか。乾杯。春巻きパーティー。春巻きパーティーまでの所要時間3時間。超大作。ちょっとアクシデントが発生して撮り直したっていう。買い物も行き直して。買い物も行き直して。いただきます。いただきます。
うまっ。瞬間うまいですね。うまうげ。皮バリバリ、中トロトロ。うわ、中がトロトロなのがポイントなんですね。いろんな中華屋さん行ったけど、ここまでトロトロなあんを出すところあんまないんですよ。少しの春雨がそのトロトロ感を増してるんだよね。水分保有量も結構多い。どういうってうめえんだなってなるよ。実はめっちゃやり直したもん。納得できる味になるのにもう何十回やった。自分で作ったことないから分かんなかったけど、めちゃくちゃ大変なんだ。このチャンネルは俺の飯がうまいよっていうのも若干含まれてはいるんだけど、これを作った人に対してここまでの工程があるんだよっていうふうに思うと、食べる時にもっと美味しく感じられるんだよ。超大作じゃん。もう感動もひとしおなんだよね。今度から中華料理屋さんで春巻き食べる時は、こんな工程をやってるんだって思いながら食べると美味しさが増すと思う。至高の餃子も、もうめっちゃ大変でやったんだけど、ただ満足いくぐらいうまかった。ワンタンも大変でしたもんね。中華が一番大変な、本当に。ご家族とかでやってほしいですね。みんなでやると面白い。みんなでやるっていう、うん、だから、あ、なんかお母さんも食ったよ、じゃあ寝かしとくね、はい、じゃあみんなで包みましょうみたいな。ただ包み方を若干失敗するとめっちゃ跳ねるから気合い入れてやっていただきたい。これ後悔しないと思う。この動画伸びてほしいわ。制作からこの動画撮るのもめっちゃ時間かけたから。なんでこの至高の春巻きぜひ食べてください。本当お願いします。お願いします。マジでこれは春巻きの鉄人になる。春巻きコロシアムだったら多分優勝できる。フジテレビあたりでやってくれるかな。春巻きというマイナーな、マイナーではないんだけど、でもあんまり春巻き食べに行こうぜってなんないよね。まあないよね。中華街行っても春巻き食べようってあんまなんないもんね。なんで こんなうまいのになんでこんなに人気がないのかなっていうふうに思いますよ私は。まあ誰が作れるかわかんないんですけど、誰が作ってもらえるかわかんないですけど、おリュウジちょっと大変じゃねえかみたいな。バズレシピじゃねえじゃんこれみたいな。これバズレシピじゃない本格じゃねえかって言われると思うんですけど、たまにはそういうのもやらせてください。